ずっと一緒。祖母の病気は悪くなるばかりだ。祖母の病気は悪くなるばかりだ。日本語の森の生徒は増える一方だ。日本語の森の生徒は増える一方だ。やらなければいけないことが溜まっていく一方だ。やらなければいけないことが溜まっていく一方だ。まとめると、何々しようとしているっていうのは、これからその変化が起きるよ。もうすぐ、もうすぐ起きるよ。直前ですよっていうところを表す。何々しつつあるは、最近その変化が始まりましたよ。今その変化が進行中ですよ。これからも変化が進んでいきますよ。まだ未完成ですっていうのを表します。何々するばかりだはずっと前から変化が行われたんだけど、それがずっと同じ変化の仕方をしています。これからもそうなっていくでしょうっていうような意味が含まれている文章でした。何々して以来とか何々してこの方、これ意味が一緒ね。これ接続は名詞もしくは手形の動詞にくっつきます。何々してこの方は手形の動詞だけにくっつくので注意してください。意味は何々してからずっとっていう意味です。あることをしてからこの時からずっとそれが変わっていないで続いているよ、そんな意味があります。彼とは卒業して以来会っていない。彼とは卒業して以来会っていない。その日以来人参が食べられるようになった。その日以来人参が食べられるようになった。生まれてこの方苦労したことがない。生まれてこの方苦労したことがない。何々して初めて、これは接続は動詞の手形だけです。名詞はつかないね。これは何々っていう状態になってやっと変化が起こる。それまではずっと、まあ、同じ状態が続いてたりとか別の状態だったんだけど、その時に変化が起きた、変わった、こんな感じで使います。離れて初めて親のありがたみが分かった。離れて初めて親のありがたみが分かった。会話は相手がいて初めて成立する。会話は相手がいて初めて成立する。注意があります。3つ目の生まれて初めての海外旅行だ。注意があります。3つ目の生まれて初めての海外旅行だ。生まれて初めてで使うときは何々して初めての意味が他の言葉と変わります。これだけ注意しましょう。まとめてみますね。何々して以来っていうのは何々したとき、じゃあ例えば高校卒業を当てはめてみましょうか。高校を卒業して以来っていうのは高校を卒業した時から今までの間のことを言います。高校を卒業して初めてって言ったら高校を卒業するまでの間と高校を卒業した後では何か変化が起きている。何々に限り、何々に限り、接続は簡単、名詞だけ、名詞しかつきません。意味は何々だけは、これだけは、これだけは他とルールが違うよ。これだけは他とルールが違う。つまり例外、例外を表す言葉です。交通機関の遅延に限り遅刻を許します。交通機関の遅延に限り遅刻を許します。会員のお客様に限り500円引きにいたします。会員のお客様に限り500円引きにいたします。鳥に限り飼育が認められているマンションだ。鳥に限り飼育が認められているマンションだ。何々に限って、これ接続も名詞、こちらの意味は何々だけは他と違って、これだけは他と違ってって聞くとさっきの例外と同じように聞こえますよね。実際どっちを使ってもいいよっていう場合もありますけど、こちらには特にこういう時に使うよっていう意味があって、それがここに書いてある気持ちのこもった特別を表現するとき。具体的には1個目、何か悪いことが重なる。2つ目は何かを特別に信じてる、特別に信じてるとき。その日に限って天気予報を見なかった。その日に限って天気予報を見なかった。学校を休んだときに限って大事なテストがある。学校を休んだときに限って大事なテストがある。うちの子に限って万引きなんてするわけない。うちの子に限って万引きなんて
するわけない。まとめます。何々に限りっていうのは単純な例外、単純に事実として例外を示す文章ね。で、何々に限っては気持ちが込められている文章なので、何々に限りの方が客観的、客観的っていうのは誰から見てもそうである、誰から見てもそうであるっていうことね。で、何々に限っての方は主観的、主観的っていうのは一人の人の考え方